見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。14歳の少年が殺害した相手は幼馴染の同級生だった。用意した凶器は、和食の職人が使うことで知られる柳刃包丁。刺身を切るための細く鋭い刃先が特徴だけに、明確な殺意を持っていたことが伺える。犯行動機を探る手がかりは、修学旅行にあるというのだが、アスタリスク。目の前でもがき苦しむ同級生を見て、自分は何をやっているんだろう、と思い我に返った。11月4日、愛知県弥富市立十四山中学校の年生、伊藤ゆずきくん14が殺害された事件。殺人容疑で送検された14歳の加害少年は、取り調べでそう語っているという。事件当日、現場となった中学校では1時間目の授業が始まる直前で、加害少年はクラスの違う伊藤くんを廊下に呼び出して、刃渡り約0センチの柳刃包丁で腹部を一突きした。地元記者によれば、刃は肝臓や脾臓にまで達し、大動脈が損傷したことが致命傷となったようです。死因は出血性ショックで、凶器は事前に加害少年が母親のアカウントを使いネット通販で購入。リュックサックに隠し中学校まで持ち込んだことが捜査の過程で分かっています。中学校を舞台にした同級生熊の殺人事件ということで、事件直後からネットでは加害少年が LINE グループから外されたことが動機だという類の噂が広まった。だが、ことの真相はそう単純な話ではない。先の記者が続けて言う、県警は加害少年のスマホを押収して捜査を続けていますが、現時点で SNS をめぐる仲間外れなどのトラブルは確認されていないそうです。むしろ逮捕された少年は、死亡した被害者について、伊藤くんが生徒会選挙に出た際、応援演説を頼まれたことが嫌だった、伊藤くんが給食当番の時、すぐに箸を渡してくれなかった、仲の良い友達との会話に割って入ってこられた、といった趣旨の供述をしているようです。各々の出来事は、およそ人に殺意を抱くほど決定的ではないように思えるが、被害者への鬱屈した感情を日々募らせていたのは間違いない。